はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただくのはこちらの2つ。わかりますでしょうか、こちらですね、完全なるワイヤレスイヤホンが2つございます。1つ、こちらの黒いケースの方は、フラット5のアリア1という製品です。で、こちらの銀の筒の方が、もう皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、イヤーインの、イヤホンです。で、この完全なるワイヤレスイヤホン2機種の違いを本日はご紹介したいと思います。まず、こちらのアリア1の方ですね。ダイナミックドライバーが搭載されているワイヤレスイヤホンです。で、こっちのイヤーインの方、こちらですね、バランスドアーマチュアドライバーが搭載されているイヤホンです。それぞれに違いがございまして、アリア1の方は4時間駆動、イヤーインの方は約3時間の駆動となっております。で、大きな特徴としては、やっぱり音質的に、傾向が違います。1点、アリア1の方はダイナミックドライバーらしいウォームで、音圧の感じやすいような、音作りになっています。こちらのイヤーインの方は、バランスとアーマチュアらしいですね、あの繊細な音作りとかクリアなイメージが先行するような音になっています。で、大きさの差がかなりあります。比較させていただきますね。これがまず、アリア1ですね。で、こっちの方がイヤーイン、かなりサイズに違いがあります。ですね、こういうふうに比較すると一見して、一方のアリア1がすごく大きく見えるんですけども、実際のところはですね、かなり両方とも小さいので、わかりますでしょうか。ワイヤレスイヤホンとしては極小のタイプだと思います。こんな感じですね。で、私浜田がですね、ちょっと注意しつつ、お知らせしておきたいところがありまして、1点はアリア1の方にはボタンがついているというところなんですね。この、ロゴが入っているフラット5って書いているところがですね、これボタンになっています。で、このボタンを押すことによってペアリングも可能ですし、曲の再生停止、あと、通話の受話器を出るというふうなボタンもこの操作を兼ね、このボタンで操作を兼ねています。こちらの一方のイヤーインの方はですね、全くボタンがついていない、極限までシンプルに作られたイヤホンになります。なのでペアリングの際も、ケースから引き出すタイミングでペアリングが始まったりするので、通話などには不向きです。で、なおかつ、さっき実験して分かったんですけども、通話する際、iPhone とかで通話する際ですね、アリア1の方は本体側にマイクがついておりますので、このまま通話ができるんですが、イヤーインの方はマイクがついていなかったので、このまま通話はできませんでした。はい、ご購入される時の、指標になさってください。以上、大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内しました。ごきげんよう。